FOE ジャパンの方お見えですので、ぜひとも連続して連帯してやっていこうじゃないですか。あ、連帯していただけますね。あの、すいません、あの、私勝手に決めちゃってすいません。あの、どうぞ、あの、スピーチをよろしくお願いいたします。あ、できたらでよろしいんで、え、よろしくお願いします。跳躍的指導。皆さんこんにちは。私は FOE ではなくてですね、あの、フクロウの会というのが、はい、そうです、坂上といいます。よろしくお願いします。明日8時半からここで、エネルギー供給計画、まあ、閣議決定が明日されるということで、まあ、その、現場でということで、あの、抗議をしたいと思いますので、ぜひ、連帯して一緒にやっていきたいと思います。で、今、あの、鹿児島の話がちらっと出ましたけども、今仙台原発がですね、大きな問題になっていて、で、仙台原発の大きな問題の一つに火山の問題っていうのがあってですね、私今ちょっと脳みその中で 95% ぐらい火山なんですけども、実はあの再稼働審査の中で火山の問題っていうのが、全く火山学者抜きにやってるんですね。で、何が問題かっていうと、まあ、仙台原発の近くに桜島がありますね。で、桜島っていうのは大きな火山で常に噴火してますけども、実は可愛らしい山で、あそこを含む鹿児島湾全部が実は大きな、めちゃめちゃ大きな火山で、これがあの大体2万年に1回ぐらい、2、3万年に1回ぐらいですね、あの、まあ、破局的噴火っていうですね、強烈な噴火をして、で、その場合には、火砕流が、50キロの範囲に及ぶ。で、火砕流が及んだ範囲の、生物はほぼ死滅するという感じで、3万年前の、噴火でもはその、まあ、南九州の、縄文文化がもう完全に一度滅びたみたいなですね、それぐらいの、噴火が起こりうると。で、九州電力はそんなの起きませんよというのを、非常に得意な理論を立てて、十分あの、可能性は低いとかですね、あるいは起きたとしても事前に予知をして、それで対応ができるんだというのを主張しています。で、ところが、あの、火砕流に対してはただ原発を止めるだけではダメで、核燃料を全部動かさなきゃいけないし、それから原発そのものの存在が危険なわけですよ。だから、原発を全部なくすぐらいの勢いで対応しないととても対処できない。で、そんなことをするためには何十年も何十年も前に、予兆現象を見つけなきゃいけないんですけども、そんなことは、誰も、確証を持てない、というのは人類はまだその、まあ、文明を持ってからそういうカルデラ級の破局噴火を経験してないんですよね。で各地のその破局噴火の跡を見ても、事前に何か噴火がある時もあれば全く何もなしに突然、やってきたであろうというところもあって、とても予知など、できないんではないか。できたとしても、数ヶ月前とか、あるいはあと1年で、とても原発の避難間に合わないぞと、あの、いう状態になるかもしれません。そしてこの問題は、あの、私たち首都圏にいるものでも全く無縁ではなくて、破局噴火が起きれば、15センチの火山灰降ります。東京15センチの火山灰が降ったらどうなるのか、これも未経験です。全く未経験で、まあ、都市機能は麻痺するだろうし、それから本当に、九州の、救援に行けるのか、あるいはそもそも、東京が立ち直れるのか含めてですね、深刻な状況になります。で、そんな西風に乗ってやってくる15センチ降る、火山灰の中に死の灰が混ざってもいいのかっていうですね、そういう大きな問題なんです。で、その問題について、ようやくというかですね、まあ、あの、前からその火山学者、非常に良心的な火山学者の方も、声を上げていたわけですけども、今回初めてですね、公の場で、その、仙台原発の火山リスクの問題、それからこの今の、原子力規制庁 の、 その審査の仕方の問題について、火山学者の立場で、鹿児島から
お話に来てくださることになりました。これ非常に貴重な重要な、集会になると思います。来週16日の水曜日ですね、5時半からやってます。で、まあ、勤めの方は、5時半から難しいかもしれませんけども、途中からでも構いません。ぜひ来て、その火山学者の、両親の声、聞いていただきたいと思います。で、改めて、その火山の恐ろしさ、そしてそんな中で仙台原発を動かすなんてとんでもないんだと、言ったことをですね、実感をして、そしてその、火山学者の両親に答えて、私たちがさらにその、中身を持って、規制庁なりあるいは政府なり、再稼働ばかりならん、再稼働審査もうとんでもないと、火山についてまともに審査しろ、あるいはもう審査しなくても、仙台原発はそもそも火砕流が及ぶという時点で、その場所に建ててはいけないんだと、いうことだと思いますので、ぜひ皆さんで、声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、頼もしいお言葉ありがとうございました。